はい、皆さんこんにちは、クレアです。今回はですね、10回減ってきたんで、開封していきたいと思います。4クレ目かな、あれ、そうですね、4クレ目に1個硬いやつがあるんで、多分キラが出てると思います。じゃ早速いきましょう。1パック目、よいしょ。いやー、なかなかやっぱ最近Kに行けなくて、新しいの出てくれるといいんですけどね。ほい、よっ、はい、ベンタレブ選手、はい、2枚目、よいしょ、よい、お、追加ですね。ほい、ホセ・アンヘル・バルデスかな、アンヘル・バルデスディフェンダー。ほい、3パック目、よっ、お、お、これはよいしょ、はい、シャビアロンソ選手、今シーズン限りで引退されますね。ね、バイエルン縛りでぜひ使いたい選手の一人ですね。いい選手ですよね。はい、4パック目。うん、多分これキラーだと思うんですよね。誰かな、 SOC とか出てくんないかな。パリ・サンジェルマン、ルーカス。っていうことは、お、SOC かな、せーの、ドン、おー、かっこいい、 SOC ルーカスですね、かっこいい、いや、かっこいい。後ろはこんな感じ、いや、やっぱ SOC かっこいいですね。何回かっこいいって言うんだ。はい、初のバージョン2キラーですね。いや、使ってみたいな、パリ・サンジェルマンだし。いいですね。はい。おっと。よいしょ。はい、4パック目。よいしょ。お、追加ですね。よいしょ。ディオゴ・ジョタ。へえ。ポルトの選手ですね。はい、1、2、3、4、5、6パック目。よっ。お、マルコア選手は手も見えちゃった。よいしょ。これは持ってたはず。黒だっけ？あ、白か。あれ？持ったっけ？自分で出しといて、持ってるか持ってないかわかんねえや。はい。おー、結構広いっすね。へー、強いかな？てか、年下ですね。すげえ。はい。はい。これもちょっと固め。黒かな？エドアルド。よいしょ。サリビ。サルビオ？あ、サルビオ選手ですね。名前は聞いたことがある。ベンフィカ。です。よいしょ。次、残り3パック。8パック目。よいしょ。お、ゴールキーパーですね。おお。お、追加か。ローマのアリソン選手ですね。アリソンっていうとね、こう、まあ、わかる人いるかはわかんないですけど、
電撃文庫の、渋沢圭一さんっていう作家さんが書いてる、電撃文庫のシリーズがすごく個人的には印象に残ってて、いやー、何の話してんでしょうね。はい、まあ面白いんでぜひ読んでみてください。はい、A 級パック目よいしょ、おりゃおりゃ、はい、わお、よいしょ、お、ミランですね、アバーテかなですね、サイドバック、おお、白でも数値高いですね、86って結構使え、なんか強そうですね。ほいほい、ラストよいしょ、なんか最近開けにくくなった気がする。俺の開け方が悪いのか知らないけど、よし、ラストはこちら、おお、スアレス選手、おお、数値高え。はい、今ね、バルサ縛りで POI 使ってますけども、いや、数値高いっすね、やっぱりね。95。わお。すごい。すごいね。はい、そんな話はいいとして。はい、10パック開封終了しまして、今回はね、ほとんどダブリがないんで、なんかまた新しい選手がこうやっていっぱい出てくれるのは嬉しいですね。そして、そして、今回はなんて言ってもやっぱこれでしょう。ねえ、ソーシー・ルカス。いや、かっけえ。はい、またね、ちょっと SOC どん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 集めていきたいですね。はい。ということで、今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。